はい、コバ TV の小林です。今回はですね、朝起きた時のお母さんとの会話っていうところで英語をねレッスンをしていきたいと思います。まあ、今回ねまた福ちゃんに教えてもらいたいと思います。福ちゃん、よろしくお願いします。はい、福ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お母さんとやっぱ朝ね起きてからの会話ってどんな感じでね進めていくのかを今回福ちゃんに教えてもらいたいと思うんですけど、一番最初やっぱ挨拶どんな感じから始まります？まあ日本語でまた考えてみましょうか。じゃあ日本語からいきましょうか。おはようかな。そうね、僕だったらおはようから始まるところなんですよ。うん、うん、じゃあおはようは知ってますか？ Good morning。 いいですね、うん、じゃあお母さんに Good morning が Good morning mom。 Good morning mom。 いいですね。お父さんは Dad って言います。 Dad。 ああ、じゃああれだ、 Good morning dad って感じですね。素晴らしい、いいですね。発音も良かったですよ。本当ですか、ありがとうございます、うん、で、その後お母さんから帰ってくるのは Good morning Yuki って優しく言ってくれるんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。やっぱそうしたらね、今日はいい天気だねみたいな、やっぱ天気の話結構するかなと思うんですよ。そうしたらやっぱどういう感じで進めていくんですかね。It's looking good outside. It's looking good outside. そう。なるほどなるほど。あともう一つは Weather seems nice today. Weather seems seems nice nice today. Weather seems nice today. これの使い分けっていうか、そういうのなんかあるの？あ、どっちも同じなんだけど、最初に言った方が、うん、あ、外いい感じだねっていうのと、うんうんうん、で、もう一個の、Weather seems nice today は、今日天気良さそうだねっていう直訳になります。なるほどなるほどね、そうなんだ。 I see I see なるほど。まあ、やっぱそうしたらやっぱお母さんから今日どんな予定なのみたいな感じ聞かれると思うんですよ。そうしたらやっぱどういう風に言ってくるんですかね。はい、じゃあこれはですね、前回週末予定があるのっていうのを応用しましょう。うん、Any plans today? Any plans today? うん、今日予定あるのってお母さんに聞いてきますね。じゃあ今日どんな予定ありますか？まあね、この間のレッスンから言うと、やっぱ今日はもう友達とカラオケ行くよっていうことをね返答したいなと思うんですけど、うん、うん、それを英語に直すとどんな感じなんですね。うん、I'm going to karaoke with my friends. I will go toThe karaoke with my friends. With my friends. もう一回いきます。I will go to karaoke. To karaoke with my friends. With my friends. Yes. ああ、なるほど。I will go to karaoke with my friends. Yeah. なるほどなるほど。へえ。まあやっぱ、あ、そうなんだみたいな、I see みたいな、あ、そうなんだねみたいな感じでお母さんが言ったとして、そしたら、まあ気をつけて行ってきてねみたいな感じでお母さんも言うと思うんですよ。そういう時の、まあ、返答の仕方っていうのはどんな感じになってるんですか？そうね、気をつけてっていう感じだ。うん、Have a nice day でいいかな。Have a nice day、うん、あ、よく聞くね、Have a nice day。 それでまあ今日一日いい日になるよみたいな、いい日になりますようにって感じ。いい日になりますように、楽しんできなさいみたいな。楽しんできなさい。あ、そうなんだ。じゃあまあこれが、まあ、ちょっとね、あの、ざっくりじゃないけど、お母さんとの会話のフレーズになるってことですよね。はい。まあ、じゃあ、今回これをね、ちょっと復習してやっていってみましょうよ。はい、じゃあ復習します。はい。じゃあ、朝起きてからね、始まりです。Good morning, mom. Good morning, Yuki. Oh, it's looking good outside. I think so too. Any plans today? I will go to karaoke with my friend.Ah, that sounds good. Have a nice day. Have a nice day. みたいな感じで。なるほど、なるほど、なるほど。結構ね、短いけど、結構いろんな要素が詰まってるというか、いろんなこととかフレーズが詰まってるんでね、これを覚えるだけでも、ちょっとした会話ができると思うんで、これって別にお母さんだけじゃなくたって、友達と会った時とかにもね、使えると思うんで、ぜひ覚えてみてください。はい、ってことで今回はね、朝起きた時の、簡単なフレーズをご紹介していきましたけれど、皆さんいかがだったでしょうか。まあね、もしこのチャンネルがいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。